鶴上根秋夫は、鹿児島県姶良市出身で伊豆津部屋に所属した大相撲力士。最高位は、西関分け。得意技は、諸出し、右四つ、より、上手出し投げ。現役時代の体格は177センチメートル、114キログラム。本名は、福園秋を。戦時中は、海軍燃焼兵として海軍相撲で鳴らし、やがて、大相撲への興味を抱く。 戦後、元前頭二枚目、鶴上根堂、薫こと井筒親方のもとに、入門、1947年6月場所で、初土俵を踏む。この時はまだ師匠が、現役力士であり、しかも、最後の場所であったことから書類上の所属は、大横綱双葉山が起こした時津風部屋になっていた。その翌場所から独立した井筒部屋に所属した。独立したばかりの井筒部屋は、 例外なく弱小で、井筒と同じ鹿児島出身の政治家で当時、公職追放中であった、ザコミズ・ヒサツネが部屋の講演会会長に就任して、部屋のための金品や、食料の調達に奔走するありさまであった。ある時、ザコミズは、部屋のあまりの貧乏さに、人員整理を考え、見込みの薄い力士は次々と故郷へ返して、再就職させることとし、やがて、 鶴るさんの処遇を考えることとなった。ここで、部屋付き親方の鉱山が、必ず土地二式でも任す男になりますから、もう少し面倒を見てやってくださいと頭を下げ、さこみず自身は、そうかねえと多少半信半疑のところがあったようだが、現役続行は決まり、お前、勝とうと思って相撲を取るな。負けまいと思って相撲を取れと激励。さこみずの激励に対して、 わかるかわからないかわからんけれど、とにかく先生のおっしゃったように、私は負けまいと思って相撲を取ります。かとうかとうと思わないで、これから負けまいと思って相撲を取りますと、精進を誓った。その後、1953年3月場所で新入幕。本来右四つだったが、相手に合わせてまず左四つになり、右を巻き替えて、諸差しになる取り口が開眼した。ろ差し名人と呼ばれ、 土地の若時代から白宝時代にかけて活躍。技能賞を10回受賞。土地二式、若の花、浅潮の3横綱を相手によく検討し、計10個の金星を挙げている。必ず土地二式でも任すと見込んだ鉱山の見立ては間違っていなかった。前さばきや巻き替え、得意の諸差しを生かして、好成績を上げることが多く、1956年、 一月場所では14勝1敗の好成績を挙げ、優勝同点も記録した。優勝決定戦の相手、横綱、鏡里は、同門の時津風部屋であり、鶴ヶ峰が関取になる前は、自身の付き人として従えていたことも考えてか、優勝は半分ずつだと優勝パレードで騎手を依頼し、当日一番だけ優勝旗を鶴ヶ峰の部屋に貸し出したという。なお、 この決定戦にもし勝っていたら、翌場所の三大優しに一場所先んじて、最初の昭和生まれの優勝力士になっていた。1967年7月場所を最後に、38歳で現役を引退。幕内在位77場所と、通算550勝は、本場所が現在のような6場所制に移行する過渡期であったためもあるが、当時の最多記録だった11月に、 全島6枚目、高健さんによって更新された。引退後は年寄り、君が浜を襲名し、1972年に、伊豆津部屋から独立して、君が浜部屋を創設。その後、同部屋は1977年12月より、名称を変更して伊豆津部屋となった。また自身の息子3人をすべて関取に、霧島を大関に育てるなど明白楽ぶりを発揮し、 その功績が認められて、役員待遇に抜擢された。薩摩国出身の横綱初代西の海加二郎の七代井筒からの伝統を引き継いだのか、自身の郷里である鹿児島県出身の力士が非常に多く、薩摩部屋と称されるほどであった。わかりやすい丁寧な語り口で、テレビラジオ中継の解説者を務めたほか、勝負審判長としても物言いの際の場内説明で、 行事軍配はに上がりましたが、ではないかと物言いがつき、協議の結果からと明会に解説、この工場は現在ではほぼ定型のものとなっている。 また、ただいまの協議についてご説明申し上げますと最初に、つけるようになったのも、彼からだとされる。弟子育成に関しては、寺尾の突っ張りや坂この諸雑誌は、自分が特別教えたものではなくたまたま関取になるべき人間がその時代に集まったのだとしており、技術指導も新弟子にはまず前に出ることしか、教えなかったという。一人関取に上がると、他の若い種が、 俺たちも上がれるんじゃないかとか気づいた面があると振り返っている。年寄りを定年退職後は鎌倉で陶磁器店を経営していたが晩年の面倒を見ていた内縁の妻の乱脈ぶり等が原因で息子との不和も伝えられ寂しい晩年を送った。2002年から一時期病研温泉で小料理屋を経営していた。二千六年五月十九日午後六時六分、血症のため、 大分県別府市の病院で死去。七十七歳坊打つ。西の海の孫、薩摩金のいとこの子供、鶴の藤里島万能寺。長男は鶴れさん、次男は坂穂子、三男は寺尾、孫の娘は元宝塚歌劇団花組娘役の天崎千下。ありがとうございます。